いざ行かん。異様となる連覇のかかった一戦です。栄光の頂き凱旋門賞。このレース最も人気を集めているのはモンチュー、1番人気です。3番人気にはベニスパーク、対抗するのはここまで無敗前年の覇者デュランドル。十分に勝利を狙えますよ。凱旋門賞連覇の偉業を成し遂げることができるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気モンチュー、デュランダル落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目はデュランダル。ピョンチャンの足の長い芝でも力を十分発揮してくれるでしょう。険しい上り坂の頂上を目指して馬娘たちがかけていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手は7番、続いて18番、5馬身差11番、2馬身3馬身開いてエルコンドルパサー。注目の日本勢です。前を狙えるいい位置につけていますね。20番、5番手、少し後ろから9番、少し離れてモンチュー。第3コーナーカーブ、急勾配の坂を下っていきます。そしてその後方には13番、少し後ろからデュランドル。日本の期待を背負った一人です。ライバルたちの出方を伺っているようですね。それを見るように6番、差がなくベニスパーク、リガントーナ並んでくる。外には19番、それを見るように17番、そのうち並んで16番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。残り 1000m を通過。気持ちよく逃げている18番、モンチュー外で足を溜めています。デュランドル前を狙っていると、モンチューまだ抑えたままだ。ここで動くか、まだ控えるか。各馬娘ポルスストレートに入っていきます。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。デュランドル徐々に進出。モンチューここで抜け出した。いよいよ最終直線。最初に立ち上がったのはモンチュー。スタンドの大歓声を浴びて各馬娘が一斉に突き進む。さあここからだ。凱旋門賞頂きに通じる最後の道、残り400。デュランドル抜け出した。最高の栄誉まで残り200。頑張って争うはベニスパーク、リガンコーナー、凱旋門賞は目の前だ。デュランドル一着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。連覇達成。勝ったのはデュランドル。今年もこの大舞台凱旋門賞を制し、日本の世界の歴史に残る偉業を成し遂げました。2着はモンチュー、3着はベニスパーク。さあ我が子をお取りください。いざ凱旋の航路。